NTC に関しては僕はすごくもう環境がいいというか、でその専用体育館があるんですよ、あのハンドボールの、はい、でそこではあの、まあ、全て整ってて、でなおかつあの僕だってハンドボールって松ヤニを使うんですけど、それも全て OK なんですよ。でやっぱり松ヤニっていうのはやっぱ体育館が汚れちゃうんで、その使用できないところが多いんですよ。やっぱ借りるのもこう難しくて、やっぱりあのどこでやるっていうのはすごく決められてるんですけど、やっぱその中でもその NTC の場合は全て OK で、でなおかつその床ですか、床もその専用なんで、もうハンドのラインでしかないんですよ。もうだから僕たちにとってはもうすごくまあやりやすいというか、でコートも2面あるんですけど、でそこでもそのフロアが違うんですよ、世界選手権用のコートとか分かれてるんですよ。だからそれをそこでプレーをすることによって、またあのなんていうんですかね、例えば世界に出た時とか違う国に合宿したりとか、もう環境に慣れてるんで、やっぱそういうのをこう学ばせてくれるというか、その一つの施設だけでも、であとはまあ合宿って言ったらすごいもうハードなんで、それもこう NTC の中でなんか違う部分で癒してくれるというか、例えば温泉があるじゃないですか、勝ち抜いでしたっけがあって、そこでね、体を癒してくれて、でリラックスさせてくれるというか、でまたいろいろパソコンもさせてくれるし、いろいろ施設があって、そのなんていうんですか、ミーティングルームじゃないですけど、みんなでこうね話し合える場があったりとかですね。でなんかやっぱ泊まるところもね、こう贅沢って言っちゃなんですけど、やっぱホテルみたいな感じもあって、僕らもやっぱ選手アスリートとしてはもう一番の環境なんじゃないかなと思います。やっぱ日本で見ても NTC っていうのはあの僕にとってはすごくその心技体を鍛えられる場所だと思うし、やっぱあそこで生活していくと、そのまあ心の部分でもいろいろ癒されたりとか、でやっぱりそういうあの環境があって、そういうメンタル面とか強くなれるし、技術にしても専用の体育館があってしっかりした施設が整ってるんで、やっぱそういう技術を学びやすいし、やっぱ体に関してもなんていうんですか、その筋トレルームしっかりしたものが揃ってて、そのやっぱ僕たちもまああのやっぱそういう環境が揃ってるとすごくまあやりやすくて、逆にそのやっぱあそこにいるだけでもまた違ってくるんですよね。やっぱりあのいい意味でそのパフォーマンスが上がったりとか、うん、でやっぱ僕にとってもすごくいい施設だし、やっぱ今後もね、やっぱりその NTC を使うっていうことが、例えば僕らの後輩たちにも絶対に役に立つだろうし、自分もこう変えてくれる場所だと思うんで、ロンドン、まあ、ハンドボールってここもう何大会かオリンピックは出てなくて、僕が初めて出たのはアテネオリンピックかなんですけど、予選からですけど、その時から僕はもうオリンピックっていうものに関しては目標夢でやってて、その次のそのロンドンオリンピックに行けるか行けないかでもまたそのハンドボールっていう認知度も違ってくるし、自分自身もやっぱり行きたいっていう思いが強いんで、やっぱ今後もですね、まあ、ハンドボールもそうですけど、自分自身をしっかり鍛えていて、まあ、行けるように何をしなければいけないのかっていうのを考えて、はい、出場条件取れるように、うん、まあ、予選まで一生懸命頑張りたいなと思います。やっぱりスポーツ、まあ、勉強も全てそうですけど、その中途半端に終わってほしくなくて、中途半端にやってほしくないっていうのが、まあ、僕はいつも伝えていきたいことなんですけど、何をやるにしてもその自分から進んでやっていく、その積極性であったりとか、やっぱその積極性一つだけでも覚える度合いが違うし、
やらされている以上やらされているままで終わりなんで、やっぱりその一つのことをなぜやってるのか、なぜそうやって言われてるのかとか、やっぱそういう考えるのも一つだろうし、その積極性で、まあ、多分今後も自分も変えられると思うし、競技っていうのも伸びてくると思うんで、やっぱそういうものを大切に今後も頑張ってもらいたいです。